申し訳ないんだけど理解してほしい。いい感じ。修羅場を食っていただけますね。もう好きな食べ物、もうフグ料理屋さん、寿司、もう全部を予約してるから。お題、絶対に見せたくないけど携帯見せてと言われた時の対処法。3、2、1。マイコ、あのね、携帯には大事なものがいろいろ入ってるから全然見てもいいんだけど、なんかそれで傷つけるのもなんか俺は嫌だからそんなに見ていいもんだとはお互い思わないから。やばい、なんか俺一番緊張するわ。最後のお題、私のことどれぐらい好きと聞かれた時の答え。3、2、1。マイコ、いつもありがとう。多分そうやって心配させてしまってるってことは、俺が他のことに集中しすぎてるからなってしまってると思う。なんだけど今はもう全てがマイコで、もう人生進んでいるんだと。何かって言ったら、今ね、昔は仕事は仕事があって迷子があったってあったけど、今は迷子があって仕事を頑張ろうと思ってる。終了。これ短いっすね。いや、みんな一緒です。みんな一緒です。条件は条件みんなフェアです。いや、香港ちゃんがもう採点する手震えてるから、ね。じゃあ第4位から発表していきます。4位ね、ゲイくん。ちょっと静かで、ちょっとちっちゃくね、これが。本当は全部予約したんだけどってことって言ってたでしょ。さすがマイコ。正直ねえからことが重要。嘘は良くないですもんね。はい、第3位パク。おお、パク第3位。やっぱ最初にマイコハオってきてたから。ちょっとキュッとはしなかったかな。うずれーな、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 うずれーな。必死感であって、なんかあんまり、うん、うるせー。第2位、お、須藤だ。おー、大人の男性として対応されてたんで、はい、大人の男性として対応はされてたんですけど、キュンとは来なかったですね。あー、うっせぇ、マジで。キュンとは来ないのか。来なかったかな。そうな。なんで将来のことを踏まえて話してた。それは、だから、決まってるでも。第1位、副社長。おえぇー、ちょっと待って、納得いかない。今ので1位になるだろ。はい。俺も納得いかない。そこは腑に落ちてほしい。社長、なりきり丼7点、対応力6点、モテ度6点、合計19点。全然正解のことは分かってないです。そう思った瞬間になります。 B 大会大将さん、はい、でも笑っちゃってたんで、そこはちょっとまだダメかなっていうところで、携帯見せたら傷ついちゃって言っちゃってるから。そうだよくない。そうだよ、そうだよ、ね、そうだよ、ね、はい、今本気出さなかった。はい、以上をもちまして、いや、いや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 い好きか分からなくなったと言われたから対応。3、2、1、スタート。多分ね、それはね、心が疲れてると思う。あのね、心が疲れて余裕がないと、その好きっていう本来の気持ちなんだよね。だから本当は好きだと思う、俺のこと。今までのさ、思い出を振り返ってみたら思うんだけど、本当は好きだと思うんだけど、ちょっと心が余裕がないから好きなんだよね、俺は。終了。完全に好きなんだよね、俺は。
心が疲れてる。お前のせいだな。押し付けてたな。はい、はい、この動画が面白いと思ったら簡単に採点させていただきました。はい、なりきり度5点、まあまあまあ、はい、対応力2点、問題度1点、合計8点。審査員としての実力がすごかったぞ。あ、お願いします。はい、分かりました。まあ、一つ分かったことは、ビームメンバー、女性経験少ないです。おどっからどっから、やばいじゃん、イケメン言われてた。だったね。でも大好きだよ。でも大好き。でも大好きだから。結婚してるだけあって、須藤さんの対応力はもう対応ですね。すごい。何回も同じ経験してきてます。まあ、うまいで終わらせる。乗り越えてきた。言うな言うな。まあ、そんな感じで皆さん面白いと思ったらコメント、いいね、チャンネル登録絶対お願いいたします。これからもじゃあ株式会社ビームをどうぞよろしくお願いします。またね。